1979年の世界ラリー選手権は FIA 世界ラリー選手権の第7回大会となる。前年より一戦、多い全12戦でタイトルが争われた。追加となったニュージーランドは一昨年からの復帰で現在でも開催されている息の長いイベントとなった。1979年はドライバーズタイトルが争われる初のシーズンとなった。 このタイトルは前年までの FIA カップを引き継いだものとなった。マニファクチャラーズとドライバーズの両タイトルは前線のポイントで計算されたが、それぞれポイントシステムは異なった。マニファクチャラーズタイトルは1977年に採用されたシステムを継続して使用したが、総合順位とグループ順位を考慮したポイントが各マニファクチャラーの最上位の車両にのみ与えられた。 ドライバーズタイトルは以前のシステムが使用され、単純に総合順位のみでポイントが与えられた。このシステムは数年間継続されたが、結局は失敗となった。1979年のタイトルはフォードが獲得し、初のタイトルとなった。フォードは5勝を挙げたものの、新たな挑戦者のダットさんに肉迫され、元チャンピオンのフィアットも強力なライバルであった。しかしながら、 フォードの幸運は短命であった。WRC には継続した参加を続けたが、2006年に再び獲得するまで、1979年のタイトルが唯一であった。初めてのドライバーズタイトル争いは、激戦が繰り広げられ、結局最終戦で決定した。ビオルン・ワルデガルドがタイトルを獲得し、ハンヌ・ミッコラが2位となったが、 両者のポイント差は1と非常に近接したものであった。ありがとうございます。